ポークは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。ベンジャミン・フランクリン級原子力潜水艦の6番艦。艦名は、第11代大統領ジェームズ・ K ・ポークにちなむ。その名を持つ艦としては、プレジデント・ジャクソン級攻撃輸送艦6番艦、プレジデント・ポーク以来2隻目。ジェームズ・ケポークの建造は、1962年11月1日に、コネチカット州グロトンの ジェネラルダイナミクス、エレクトリック・ボート社に発注され、1963年11月23日に、寄港した。1965年5月22日に、ホレ処ショ・リベイジュニア夫人によって浸水し、1966年4月16日に、ブルーハン艦長 R.M. ダグラス・中佐及び、ゴールドハン艦ン F.D. マクミューレン・ジュニア・中佐の指揮下収益した。 ジェームズ・ケイ・ポークは1966年9月にサウスカロライナ州チャールストンに向けて出港し最初の戦略抑止紹介のためにポラリスミサイルを搭載する成長期間が完了すると大西洋で活動し1966年から1971年5月までの期間に17回の抑止紹介を完了した1971年7月に ジェームズ・ケー・ポークは最初のオーバーホールのためバージニア州のニューポートニューズ造船所のドックに入る。このオーバーホールでは核燃料の補給とポセイドンミサイル運用のための回収が行われた。回収作業は1972年後半に完了し大やけと訓練の期間に入る。この期間にジェームズ・ケー・ポークはミサイル発射試験を行った。 ジェームズ・ケー・ポークは1973年5月に大西洋で戦略抑止紹介を再開する。1981年9月に50回目の紹介を完了した後、ジェームズ・ケー・ポークはポーツマス海軍造船所で2回目のオーバーホールを開始する。作業は1983年に完了し、その後は7回の紹介を完了した。 ジェームズ・ケー・ポークは58回目の紹介を完了すると1986年1月にポーツマス海軍造船所で3回目のオーバーホールに入る。作業完了後1988年11月に出港し成長活動を行う。1989年5月にジェームズ・ケー・ポークは最後の紹介活動を開始した。 1991年4月に収益25周年を記念し、8月には66回目、最後の紹介を完了した。ジェームズ・ケイ・ポークは19ヶ月に及ぶ転換作業で、1994年3月に16機のミサイル発射艦が取り外され、SSBN-645 から SSN-645 に艦種変更された。 変更後ジェームズ・ケイ・ポークは、ドライデッキシェルターを装備し、二度の地中海配備で、多くの特殊部隊演習を呼び、NATO 軍演習に参加した。1999年1月9日に、ジェームズ・ケイ・ポークは、ノーフォークで不活性化された。1999年7月8日に退役し、原子力艦再利用プログラムに基づき解体された。 2001年5月時点で、ジェームズ・ケイ・ポークのセール部分は、ニューメキシコ州アルバカーキの国立原子力博物館に展示されていた。ありがとうございます。